柔らかいボール前線パトリックヘッド、同点に追いつかれました。今シーズンこれで9ゴール目。前半の終了間際にパトリックのヘディングで1点返しました。これで1対1となりました。警戒しなくてはいけないというそのパトリックのヘディング、ゴールに吸い込まれていきました。ただその後倒れ込みましたが、そのプレー見ましょうか。鈴木さん、この強さですね。はい、隙間にうまく入ってきましたよね。ただ時間帯もこの前半の終盤にかけて広島が握るという時間帯、はい、その中で得たフリーキックしっかりとものにしました。前半の41分にフリーキック、パトリックのヘディングで1点を返して、これで1対1同点となりました。